kicking them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black star bar, and some of them say them a pussy basher. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. Fascists on the attack, nobody worry about that. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, we will counter attack. Fascists on the attack, we will drive them back. Smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing. Some of them say them a nigga hater, and some of them say them a black beater, and some of them say them a black star bar, and some of them say them a cocky basher. Fascists on the top, nobody worry about that. Fascists on the top, we will fight them back. Fascists on the top, then we will counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in, cause they ain't got nothing in them.どうもこんばんは。こんばんは。のりこえネット TV をご覧の皆さんに、クラックの野間康道です。今月からですね、のりこえネットとクラックが、コラボレーションで毎月1回第1月曜日に番組をやることになりまして、今日はその第1回目なんですけど、はい、まあ、クラックとのコラボということなんで、コラボというか、まあクラックが枠を1個取っちゃったみたいな感じなんですけども、毎月1回、第1月曜日にこれからやりますんでよろしくお願いします。1回目のですね、ゲストで、今日お迎えしてますのが、もう映ってんのかな、映ってないです、今映ります。横山純さんです。こんばんは。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。横山さんといえば、反ヘイトスピーチのカウンターをやってる、特に関西の人はもう皆さんご存知だと思うんですけど、阪神の川藤のモノマネしてるアホな兄ちゃんっていうイメージしかないと思うんですけど、本当は勉強をしてる方で、なんと神戸大学の人だった。そうです、神戸大学の国際文化学研究科というところに研究してるんですよね。はい、博士課程をしてます。博士になるってことですよね。そうですそうです、博士です。どんな研究をされてるんですか？僕はイギリスの70年代80年代の黒人音楽の研究をしてまして、あるおっさんの話を聞くっていう苦行のような、何を喋ってるのかわからない黒人のジャマイカ系のおっさんなんですけど、その人の歴史ですよね。あるおっさんって誰なんですか？デニス・ローっていうサクソンサウンドっていう有名な、世界一にもなったことがあるサウンド、レゲエサウンドシステムをオーナーですよね、やり始めた人で、イギリスでは超有名、ジャーシャカと並ぶぐらい有名な人ですね。その人の、に話を聞いて、はい、論文書いて、はい、人儲けしようみたいな、そんな感じ。そうですね、それまでの負債がとんでもないことになってるんでまあこれもね、クラックさんにも取り上げていただきたいんですけど、奨学金などあるので、はい、なかなか人儲けとはいかないんですけども、まあとにかく歴史の体現者を話を聞いて、書き留めておこうかと思ってまして、はい、8月からロンドンに行きます。はい、はい、ボンドラジオっていう大阪のねカウンターの、ボンさんっていう人とドドル君っていう人がやってる、はい、ラジオインターネットラジオの番組あるんですけど、実はそれのプロデューサー、はい、ボンドドラジオのプロデューサーもしてまして、ボンドドラジオさん、ラジオさんですね。昨日そういうふうになったんですけども横ちんっていう名前でやってたはずなんですけども、ボンドドラジオの方で名前で一般的にはなんか横ちんっていうふうに知られてるんですけど、はい、今日はまあ大学の方なんで、僕はその横山淳さんっていうふうにずっと呼ぼうと思ってるんで、そうしていただけるとよろしくお願いします。気分も高まってきます。そうですよね、はい、なんかそういうなんていうか指揮者を迎えてみたいな、そんな感じにしたいなと思ってるんで、今日はねちゃんと自分が書いた原稿を持ってきてるんで、それを見ながらおしゃべりしたいな。今日はね、そのルイ・シャムの戦いという、1977年にロンドンで、起きた事件というか、そういうことについて今横山さんが論文を、すごい論文を書いたんで、はい、その内容を教えていただきつつ、そのルイ・シャムの戦いっていうのは何だったのかっていうことと、僕らが今カウンターということで路上でガチャガチャやってるようなことの、それがルーツにあたるようなものなんですけども、はい、どういうところが似てて、どういうところが違ってて、どんなところをどんな点をそのルイ・シャムの戦いから学ぶことができるのかと、はい、いうようなことを今日小1時間ほど、はい、やりたいと思います。はい、例によってクラックの今日は番組ですんで、またニコ生のコメントを一切読まないです。今どのモニターにもニコ生のコメント出てませんから、はい、ニコ生に何を書いても全く私たちに伝わりませんので、はい、書かなくていいです。コメントツイッターのハッシュタグの方に、質問とか批判とか、はい、いろいろ頑張れとか、そういうのは全部ツイッターのハッシュタグの方に寄せていただきたいと思います。よろしくお願いします。ハッシュタグは、シャープのりこえネット、シャープ NORIKOENET、もしくは日本語で、シャープのりこえネット TV、ひらがなでのりこえねつと、ローマ字で TV ですね。クラックのアカウント、もしくは、のりこえネットのツイッターアカウントの方に、ハッシュタグ出てますんで、そちらの方にいろいろ書き込んでいただくと、それはリアルタイムで見てます。ニコ生のコメントは見ないです。どうしてですか？そんなものは認めない。はい、わかりました。名無しのカスコメント、ネトウヨのカスコメント認めないみたいな。マジですか？はい、いつも僕ら何回かのりこえネット TV 出てるんですけど、大体カスなコメントなんですか？いや、だから見てないかわかんない。ああ、すごい貴重な意見が来てるかもしれないけど、それも全部もうわかんないぐらい。そうですね。もったいないんで。後からも見ないんで、書いても無駄なんで書かないように。せっかくなんでコメント書いてくれる方はツイッターでお願いします。はい、それでさっきちょっとね横山さんの方その、はい、ジャマイカの人、ジャマイカ系の人の、ジャマイカ系イギリス人、サウンドシステムっていうのはイギリス、ジャマイカで始まったなんていうんですかね、移動 DJ みたいな移動ディスコですね、50年代ぐらいからある、そのレゲエとか、レゲエ以前からある、いろんな広場とかにスピーカードドドッと積み上げて、その DJ とか喋る人とかレコードをかけて、ジャマイカの場合ちょっとそれが特殊で、喋る人を DJ っていうんですね。そうですね、いわゆるラジオの DJ と同じで、ディスクジョッキーっていうのは喋る人で、レコードをかける人はセレクターっていうんですけども、セレクトする人ですね。そういう組み合わせで、昔から屋外でパーティーというか、やるっていうカルチャーがあって、それがイギリスにもかなり早い段階から、そうですね、もう50年代ぐらいにはもうすでにありましたね。そうですよね、イギリスの元植民地のジャマイカから移民労働力としてイギリスに移民していった人たちが、こっちでもやろうやっていう感じでサウンドシステムを作って音楽聴くっていうカルチャーはもうすでにありましたね。ライブとは全然違うんですよ。そうですね、お祭りっぽいですよ、日本のお祭りっぽいですよね。大きな音でみんなで楽しむっていうのは、あれかな、河内音頭とかの櫓がそうですよ、全部スピーカーになって DJ ブースで、その周りでみんなが踊ったり、たむろしたりとか、その黒人、ジャマイカ系、カリブ系黒人の文化って言われてますね。要するにそのイギリスっていうところは皆さんがイメージしている以上に、そういうジャマイカ人のカルチャーとか、カリブカルチャーみたいなのがすごく昔から、もう浸透しているところで、なんでそうなったのかみたいな話はこの後横山さんの方に解説していただくんですけども、さっきね冒頭で流れたレゲエの曲は、これはなんていうあれなんですかね。これは LKJ というリントン・クエス・ジョンソンという、これもジャマイカ系のおっちゃんの曲なんですけども、ダブポエットという詩人ですね。もともと黒人の人種差別の運動であったりだとか、そうですね、もともと運動家で活動家をしてて、詩を書いてて、それでバンド、バックがデニス・ボーベルダブバンドっていう有名なプロデューサー、ベーシストがやってるバンドなんですけども、もともと70年代は彼は社会運動の人だったんですね。で「レイス・トゥ・デイ」っていうそういう機関紙みたいなのを出して、イギリス・ロンドンでその、人種差別に反対する反レイシズム運動をやってた人、で今回その横山さんが、ついこの間、6月の終わりにカルチャラル台風っていうのが、国際基督教大学であって、それはカルチャラル・スタディーズっていう学問の、お祭り的なものなんですけど、そこの起用に発表した最新論文が今日のテーマになってる、ルイシャムの戦いっていうやつなんですね。ちょっとこれ写してもらっていいですか。これがその論文の表紙なんですけど、これはどうやったら読めるんですか。これはね、僕に言ってもらえれば送ります。カルチュラル学会に入ってもらわないと、それか1500円で売ってたのかな、とにかく手に入ることが難しい論文なので、いずれウェブで公開するということなので、今は公開して学会の、何学会ですか。カルチュラル・スタディーズ学会、カルチュラル・スタディーズ学会ですね。そこに問い合わせいただければ、起用みたいなので載ってるんですよね。載ってるんですね。それでこの論文、これが表紙なんですけど、一番上に「ファシスト・アンディ・アタック」「Then We Counter Attack」っていう2行引用されてますけど、これがさっき冒頭で流れてたLKJ のリントン・クエス・ジョンソンの「ファイト・デン・バック」っていう曲からの引用ですね。これがなぜ引用されてるんですか。僕がセンスがいいからなんですけれどもまず「ファシスト・アンディ・アタック」Then we counter attack ですよね。カウンターアタックっていうのは、いわゆるこれはカウンターのことなんですね。これの歌詞をちょっともう一つ詳しく、こういう歌詞、これ一部なんですけど、1番とサビなんですけど、これは読むとどんな感じですか。読むとってこのままです。ソマデンセイデマニガヘイターですね。アンソマデンセイデマブラックビーターですね。ソマデンセイデマブラックスタバーアンソマデンセイデマパキバーシャー、はい、ファシスアンディアタックナノバダウォリバウダファシスアンディアタックウィーウィーファイデンバックファシスアンディアタックデンウィコウンターアタックファシスタンディアタック、then we drive them back。 すごいですね。ジャマイカ人じゃないんですか。いやいやいや、これとこうとその雰囲気を出すためには、例えばこのサムっていう英語をソム。ソムですね。でカウンターアタックって書いてあるとか、コウンターアタック。はいはいはい。コウンター。なかなかそのコツをね身につけるまでがなかなか難しいんです、ね。これ大体ちょっと普通の英語と違いますよね。これ全然違うんですよね。これはどういう英語なんですか。これがジャマイカの言葉と英語が混じった、これがパトワっていう言葉で、リントン・クエスチョンソンはイギリス人なんですけれども、わざとこのジャマイカなまりの英語を使うことで、イギリスにもまあジャマイカ人がいるんだぞと。で、まあ、イギリスはまあ皆さん思い浮かべるイギリスってすごくまあ白人が多い、まあ、もちろん白人が一番多いんですけれども、けどその中で、白人の中でこう人種差別というのがありまして、で黒人っていう、まあ、黒人のまあ権利であったりだとか、当たり前に生きる権利みたいなものがまあ失われている社会の中で、リントン・クエスチョンソンはまあ反人種差別みたいなものと意味を込めてこの言葉をわざと使って歌詞にして歌ってるっていう。このパトワ英語っていうのは、はい、まあ別にジャマイカだけじゃなくて、いわゆるそのクレオールっていう形で、例えばナイジェリアのピジンとかね、はい、ハイチの、フレンチクレオールだとか、そういう言葉、要するにフランス語が変形したものであったり、英語が変形したものだったりがもう一つの独立した言語として、出来上がっていると、長いことをかけてそういうふうになるわけですよね。そうですね。で、まあ、これなんかはもう文法も違ってて、はい、これはソマデンセイデマニガヘイターってどういう意味ですか。これは誰かが言ったニガはヘイターだってことですよね。もう多分このまま読んで多分英語とは思えないですよね。普通はこれはあれちゃう、あいつらは、ニガヘイター黒人ヘイターだと、言うと、サムオブゼムセイゼイヤーニガーヘイターじゃないかな。どっちの意味か僕分かんないですね。で、真ん中の段はファシストアンディアタック、ファシストが攻撃してくると、でも心配ない。ノーバダーウォーター。バダーはあれですよね。ノーバディですよね。ノーバディ。Worry about that ですよね。まあ、英語に直すなら。で、ファシストが攻撃してくるけども、我々が、それ戦うぞと。そういう、あれですね。そのこの綴りもファシストっていう正しい英語のファシストと綴りが違ってまして、C ですよね。はい、英語の場合、この H のところがね。で、こういうふうに綴りを変えて、英語のそのなんかアイデンティティみたいなのを、出すっていうのは90年代はアメリカですごい流行りましたね。黒人音楽、ラップとかなんでエボニクスっていうのかな、黒人英語をちゃんとその綴りの形でちょっと変えてやろうと、いうようなもので、でこのリントン・クエス・ジョンソンって人と、はい、この論文とはどう関係があるんですか。リントン・クエスチョンソンとこの論文の関係は、まあ、論文には全く出てこないんですけど実はこの当時の、ファシストが、まあ、イギリスのファシストですよねが、まあ、市民活動家とも言ってもいいんですけれどもが、黒人を、まあ、攻撃してくると。でその時の状況を、まあ、歌った曲ということで、使ったんですけど、まあ、論文の内容にも関わってくるんですけど、これはまあ当時のそのイギリス70年代の終わりのイギリスはそういうそのなんていうかレイシズムがすごく勃興してたような時期で、まあこのルイシャム以外にも例えばノッティングヒル、っていう場所だったり、ブリクストンっていう場所でね、その暴動のようになったり、人種暴動と言われる、そういうようなことがまあたびたび起こってたと。でそんな中の一つにこのルイシャムっていうのが、これルイシャム暴動って言われることもあるんだけど、ルイシャム暴動とも言われますし、ルイシャムの戦いけど大体がルイシャム暴動って言われますね。これはどういう、そのルイシャムライオットって言われる場合と、いやルイシャムライオットとは言わないですね。あ、そう。そうなんですよ。ルイシャムライオットとは、ライオットの一つなんかな、うん、ルイシャムライオットって言われる場合とバトル・オブ・ルイシャムって言われる場合はどう違うのかなっていう。まずルイシャムライオットの場合は警察に対して、地域住民とファシストが攻撃をしたっていうところですよね。まあお上に対して暴動が起こった、まあ、これが人種差別がひどくなった社会で、まあ、そういうふうに異議申し立てをする人たちがいっぱい出てきたと。でバトル・オブ・ルイシャムって言った時にはやっぱり反ファシスト側からの言い方ですよね。これはもう俺たちの戦いなんだと。ルイシャムにおけるファシストとの徹底攻撃、まあ、ファシストとそれを守る警察との戦いなんだっていう意味で、多分それで使い分けるというか、使ってる人が誰かによって言い方が結構違ったりします、ね。うん、この場合のファシストっていうのは誰なんですか、ね、この場合のファシストっていうのはイギリスで、70年代ぐらいから盛り上がって国民戦線という、まあ、ムーブメントですよね。めちゃくちゃ分かりやすく言うと在特会ですね。めちゃくちゃ分かりやすく言うと在特会よりもっとでかいよね。在特会よりもっとでかいし、もっとまあ参加してる人がもっと屈強だったり、うん、人数がとにかく多くてメンバー1万人、まあ在特会も何人いるか知らないですけど、まあ、ネトウヨっぽい感じはないもんね。ネトウヨっぽい感じはないですね。まあ当時ネットはなかったんですけど、まあ、そうですね残念ながらネットがないんでネトウヨもいないんですけども、だからそういうなんかナード感はなくて、どっちかというとやっぱりそのフットボールフーリガンに近いような、で、まあ、ナショナルフロントっていうのは NF っていうふうに略されるんですけど、はい、これはフランスのFN とも関係あるんですよね。フランスの国民戦線で今ね、すごい人気が出ちゃってるルペンのフロンナショナールっていうのは、そのに対応するのがイギリスのこのナショナルフロント、まあ、同じ頃にできた政党なんですけども、それがそのルイシャムでデモをやると、はい、そうです、いうことで、それに対してちょっと待てということで、はい、そのカウンターの呼びかけがあって、はい、で、どうなったかっていう、それがまあルイシャムの戦いですね。はい、でこれをね、すごく映像が貴重なんですけど残ってるんで、今日そのルイシャムの戦いの映像を2回出しますんで、1回目今から出すのはナショナルフロントのオフィシャルの宣伝映画からの抜粋です、うん、だから頭にそのユニオンジャックが出て、要するにナショナルフロントが俺たちはこういうことをやってきましたっていう、その奇跡を、まあ、宣伝のためのプロパガンダのための映像なんですね。でしかも何ですかね、これ誰かがその、映画みたいなのがテレビで放送されてるのを、うん、8ミリビデオかなんかで撮ったものがさらに YouTube に上がってるっていうなんかもうコピーライトとかもクソもないですね。そうですけど一応まあちょっとこれを見てみます、はい、で今から流しますね。じゃあちょっとこっちの方。これがイギリスの国旗ですね。これはでも別に緑色の国旗じゃなくて色がおかしいねこの真ん中に書いてあるのがナショナルフロントのマークですね、 NF、はい、今ちょっと止めましたけど「Clear the Muggers of the Streets」っていうこのスローガン、後でこれすごい大事なことなんで後で説明横山先生に説明していただきます。まだ先生じゃないんでやってくださいこれ本当に怒られるんでそれ覚えておいてください。クリア・ザ・マガーズ・オフ・ザ・ストリート、マガーです、マガー、はい、でこれはデモの始まる前の様子からそのデモが始まったところまでっていうことでちょっと5分ぐらいあるんですけど、これ僕去年レイシストしばき隊プレゼンツで新大久保でイベントやった時にも流したんですけど、去年の5月ぐらいですね、はい、1年以上前ですけど、その時にやっぱり見てる人たちも僕も驚いたのがやっぱり新大久保でやってるカウンターにすごいそっくりなんですよね。でこんな映像なんか誰も知らなかったんだけど見てみると同じような感じ、まあこっちの方が若干激しいんですけど同じような感じなわけです。だからまあこういうことをイギリスの人はもう40年前から、ずっとやってるんだなっていうのが一つと、世界のどこであってもああいうひどいヘイトに対して、民衆が起こって立ち上がった場合起きることは大体同じなんだなと、そういうことがこの映像から分かるんですね。ちょっとしばらく見てみましょう。だ警察の数も多いもんね。多いです。警察の数も警察多すぎとか言ってるけど結構ロンドンもすごい、ね、ロンドンも多いですね。馬乗ってる馬乗ってるのが来ますからね。音が独特なんですよね。馬乗ってる景観の道路と馬が当たる音というか、これ逮捕されてますね人が、多分これはデモの集合場所近くですね。でカウンターがなんかこうわらわらと来てるような状況で別に白人と黒人の戦いじゃないんですよこれ。だから分からないんですよね。まあ国民先生の方はまあほとんど、まあ、ほとんどっていうか白人しかいないんですけど、カウンター側は白人と黒人がいるんで、ね、誰が誰かあんまりわからないっていうのもありますね。全然出てこないですねあれがこれはもうそろそろ戦闘のこれが馬に乗った騎馬警官に先導されて、見えてきましたね。見えてきましたね。まあ、日本のデモだとこう先頭になんか警察の車がいる感じが、それがまあこの当時のイギリスの馬ですね。ほんでこのユニオンジャック連立わかりますかね。真ん中にこうユニオンジャックイギリスの国旗がうわーもう何本あるか数えれないほどこの在特感すごいですねこの在特感これなんだよね。だから今日本でのレイシストがやってることっていうのはやっぱりこの場合はイギリス人でブリティッシュであるということに対して誇りを持とうみたいな、主張の人たちのデモなんだけど、でこの辺からもうカウンターと今これですね発煙筒がね投げられてますね。これ煙が砂ぼこりじゃなくてこれオレンジ色のこれ発煙筒ですね。まあ結構周りから物いっぱい飛んでる。周りからものこの家の人も物を投げるんですよ。地域の住民の人も上からねで腐った果物を用意してたらしいですみんなでそれを投げつける、まあレンガも投げつけられたとか。これもう何のデモかわからないのもね警察の方が多くて。これナショナルフロントのシュプレ飛行機ですね。そうですね。ナショナルフロント、ナショナルフロント。結構カウンター側で警察に捕まって引っ張られている人が結構いる、ね、210人捕まって逮捕、両軍ども合わせて210人捕まって214人ですね、合わせて210人捕まって、一番逮捕者が多かった、なんていうんですかね、カウンター対ナショナルフロントの戦いって言われてますね。このルイシャムというのはどういう場所なんですか？ルイシャムっていうのは、映像一旦終わります、はい、ごめんなさい、はい、ルイシャムはすごく移民の多い地域で、地図出しましょうか、はい、イギリスロンドン行ったことある方は分かるんですけど、真ん中にテムズ川という川が流れてまして、それの南側にあるのがルイシャムっていう地域で、特にこの24番ですね、移民が多い地域と言われています。今年人口が40万人ぐらいで、ここに30何%の移民の子孫ですよね、まあ、今はイギリス人だったりするんですけど、有色人種で 100言語喋られてるとも言われている。これはルイシャムっていうのは区なんですね。ルイシャム特別区という区ですね、はい、イギリスにロンドンの中の空イギリスでそのレゲエとかジャマイカ人の多いところとよく知られてるのはね、有名なブリクストンアカデミーにあるブリクストンあたりとかはもうこの近くの、そうですね、これの隣の隣23番あたり、はい、あとはね、北の方に行ってサウスオールっていうインド人ばっかりのところもいるし、ロンドンっていうのは結局インド人、パキスタン人系の人とアジア系、ジャマイカ系、トリンダードジャマイカあたりから、渡ってきた人が主に、そうですね、旧植民地の人たちですね、パキスタンは違いますけど、はい、そこの人が確かもともと戦争が終わってからもイギリスの植民地だったので、国籍は違えども市民権を持ってたんですよね。だから簡単にイギリスの戦争第二次世界大戦が終わってから、まあ、景気が良くなりまして、で労働力が足りないということで、その旧植民地の人たちはイギリスにパスポートなしで入れるので、まあ、パスポートあったのかちょっとわからないですけど、入れるのでリクルートをしてどんどん、イギリスにまあ寄ってきてもらおうということで移民がたくさん増えて、その時はそんなに人種差別もなかったということなんですよね。なんていうか僕は在日特権の虚構という本にも書きましたけど、はいはい、日本の在日朝鮮人とイギリスの旧植民地の人たちとの違いっていうのは、日本は在日朝鮮人が元日本国民であったのに、ある日突然外国人ですっていうふうにパスッとやられちゃって、はい、ほとんど何の権利もない状態に置かれちゃったと。権利っていうのは居住権であるとか、はい、暫定的にちょっといていいですよみたいなすごい曖昧なところから始まって、はい、91年の特別永住権、はい、永住資格まで、40年近くかかってですね、整備されてきて、はい、逆にイギリスの場合ははい、旧植民地の人たちは、はい、大英帝国の市民であるというシチズンシップがあるということなんですか？そうですね、1948年に国籍法というのが定められて、旧植民地の人もイギリス人と同じように、市民権を持っていたということです。1962年にその62年までそれが保障されていたということです。さっきの論文の表紙をね、もう一回ちょっと見てみますと、はい、このですね、2段目に「フリーダム・アンジャスティス・イクオ・アンド・タビー・キャット・ケリー」っていう人の「Don't Call Us Immigrants」っていう曲のね、歌詞なんですけども、この「Don't Call Us Immigrants」っていうのは意味合い的にはどんな感じになるんですかね。これは俺たちのことを移民と呼ぶなというレゲエアーティストの曲のタイトルなんですけど、歌詞にも入ってくるんですけど、要するに移民ではなく何なんですか？移民ではなく、俺たちも同じイギリス人市民権を持った人間なんだっていう曲ですね、これは77年の曲です。要するに政治的な権利としてその移民というふうに扱うなと。そうですね、要するに市民権があるんだということ、はい、でこれは前回「のりこよネット TV」でちょっとやった時に、はい、清義明さんと一緒にやった時にですね、はい、今EUに反対しているようなイギリスの人たちで、その UKIP に入れるような人たちっていうのは、はい、黒人とか、はい、アジア系の人も実は多いと、はい、彼らは移民に反対してるんです。そうですね、そうですねっていうパターンが、その場合の移民というのはヨーロッパの他の地域から来る人だったりとかするんですよね。そうですね、労働者として来る、自分たちの仕事を奪いに来る人たちですね。だからその移民問題っていうのは、なんかそのアジア系であったりアフリカ系の人たちがヨーロッパの国へ行って、はい、それに対して白人が、嫌がる、人種的な偏見から嫌がるっていう、そういう単純なものではなくて、はい、結構その時代によって、いろんなフェーズがあるっていうことですね。はい、でこの時代のその移民問題っていうか、ナショナルフロントっていうね、はい、その右翼ですわ、はい、ができた背景みたいなのはどんなことだったんですかね。ここの、ナショナルフロントができて、それが躍進していくっていうの背景っていうのは、やはり移民がたくさん、イギリスに入ってくるっていうことへの反対ですよね。でいろんなところだから、イギリスもどんどん、1948年のその国籍法の時には、旧植民地の人もウェルカムですよと、入ってきてくださいよってしていたのが、どんどん門戸を閉ざすことになっていくんですよ、法律が。でだから旧植民地にいた人たちは市民権を持ったままイギリス国外にいたんですけれども、ギリギリで帰ってこようとするんですよ、イギリスに仕事を探しに。でその時にこの国籍法が改正されて悪くなる前にたくさん入ってくるぞと。でたくさん入ってくると自分たちの仕事もなくなるし、治安も悪くなるし、でイギリスっていうものの一体感みたいなものもなくなっていって、本当にバラバラな社会になってしまうんじゃないかっていう不安感っていうものが背景となって、国民先生が伸長していったんですけれども、彼らは EC からの脱却であったりだとか、国籍法制定後、1948年後の移民を本国に返せ、でこれ以上移民を受け入れるなっていうのがスローガンというかテーマとして取り上げてられましたね、彼らは。 EC というのは今でいう EU ですね、今の EU ヨーロッパ共同体かな。そうですね、でその国民戦線ナショナルフロントの、その当時のリーダーの、はい、イノク・パウエルっていう人が有名な演説がありますよね。そうですね、国民戦線に影響を与えた保守党の議員の、イノク・パウエルという、はい、イノク・パウエルという人がいまして、で彼は1968年に、もうこれはもう超有名な演説をしまして、かのエリック・プラクトンじゃないですねエリック・クラプトンにも影響を与えたと言われている血の川演説で、今映ってる人がイノク・パウエルなんですけども、これを見たらイギリス人は怒りますね。もうこの顔見たくない、そんなに嫌われてますね。もちろんリベラルであったりとか、反ファシストの人なんですけども、彼はこういう1968年にスピーチをするんですね。1968年っていうのは移民が入ってくる前の年なんですよ。言ったら法律がどんどん言ったら悪くなる前の年で、これから移民がたくさん入ってくるんじゃないかっていう時にタイムリーにスピーチをしたんですけれども、血の川演説というのをしまして、血の川ですね、リバーズ・オブ・ブラッド・スピーチっていうんですけれども、彼はイギリスの川という川が血で染まるであろうと言ったんですよ。それは誰の血かというと、移民の血ですよね。でもうこれ以上ずっと映さなくていいですよ。ずっと俺たちをなんていうんですかね、虐げているというか、逆ですけど、移民がいっぱい入ってくることによってもうイギリスらしさみたいなものがなくなっていくと。けど俺たちはもうそんなのは狂気の沙汰であると、だから俺たちは決起しなくてはならないと言ったんですよね。でそれが血の川演説と言われて、要するにそのイギリスらしさなくなるっていうのは、まあ、今のイギリスの要はな、今ナショナルフロントっていうのもほとんど力がなくなっちゃってて、そうですね、イギリス独立党の方が人気があるんだけど、はい、今のイギリスの、例えばイングリッシュ・ディフェンス・リーグっていうの EDL っていうのがありますけど、今イギリスで反ファシストアンチヘイトのカウンターの対象っていうのは大体 EDL だったりするんですけど、その人たちもやっぱりホワイトプライドであるとかブリティッシュプライドみたいなことを、はい、基本的に言ってること同じですよね。さっきエリック・クラプトンという話がちょっと出ましたけど、はい、このやっぱりこのイノック・パウエルっていう人とそのエリック・クラプトンとルイ・シャムボードと、クラッシュの関係っていうのは非常にその当時の、そうですね、あとパンクロックと、レゲエの関係っていうのがですね、はい、非常にこう面白くて、その話をすると多分朝5時ぐらいまでかかっちゃうんですけど、そうですね、ノリコネットさん的には OK なんですか？まあ別に時間は何時でもいいって話なんでダメダメって出てるんでね、あれなんですけど、はい、そのエリック・クラプトンがね、1976年に、はい、これ有名な事件があって、エリック・クラプトンのレイシズム事件みたいなのがあって、はいはい、イノック・パウエルを彼は支持してたんですね、はい、当時ね。それで要するにステージ、酔っ払ってステージの上から、アジア系を誹謗中傷するような、まあ、差別発言をしたと、うん、でこれがきっかけで、結構そのリスナーとか、まあ、リベラルな人たちが怒って、これが2年後にロックアゲンストレイシズムコンサートっていう、10万人を集めたフェスが、はい、生まれるきっかけなんですね。でロックアゲンストレイシズムのコンサートには、まあ、クラッシュとかそういうパンクバンドとか、いろいろ出てたんですけども、クラッシュの「ルードボーイ」という映画の中に、そのシーンが出てますが、そういう動きがあったと。でまあサッチャー政権の時代にそういうなんかそのパンクロックが生まれた背景には、そういうなんかこう保守へのとかファシズムへの恐怖みたいなものが非常に大きかったと。でその76年にエリック・クラプトンの差別発言があって、これが非常に問題になり、77年に、まあ、ルイシャムとか、はい、いろんなところでその、なんていうかコンフリクトが起きたと、はい、ナショナルフロントと、まあ、カウンターリベラル左翼、ですか一般市民ですね、はい、そういう人たちのカウンターが起きて、でそれが、どんどん大きくなって、アンチロックアゲンストレイシズムにつながると。でまあそこからあとはいわゆる今の、イギリスの反人種差別、アクションあるいはアンティファに直接つながるようなものがそこから生まれてきてるわけですね。でその後フランスにもやっぱり同じような移民問題が起きて、そっち側には SOS ラシスムっていうグループができて、これは80年代は結構その俺のダチに手を出すなっていうスローガンで、あったんですけども、まあどっちもやっぱり30年40年ぐらい前に、はい、今ちょうど日本が経験しているようなことを、経験してきていると、はい、でこのね、ルイシャムという町で、はい、そういうそのなんていうのかな、まだルイシャムの戦いに入ってないですからね実は45分ぐらいやってますけど、まだルイシャムの言うことが結構多くて、なんでこんな戦いが、背景説明がね、今やっとイノック・パウエルの話、ルイシャムの暴動についてはさらっと流しましょうか。あ、そうですね、今日はそういうことでありがとうございました。まだやりますけどね、論文のね、だってこんな地図とかめっちゃ用意してますからね、むっちゃくちゃ詳しくやるんでしょう今日。もうねルイシャム博士、ですから今日本で一番ルイシャムボードについて詳しいと思う。というのは僕はやっぱり横山さんがこの論文書いた時にうわすげえとか思ったのは、このことについて日本語で書かれた論文っていうのはないんですよね今ね。ないですね。でまあこういうものが書かれる背景にもやっぱり去年のアンチレイシズムのカウンターの盛り上がりとかあると思うし、僕らがやっぱりどういうふうにやっていったらいいのかみたいなヒントがかなり隠されているというふうに思います。日本語の環境というのは本当乏しくて、ルイシャムの戦いってインターネットで調べるじゃないですか。そうするとね、去年のネイキッドロフトで野間康道がルイシャムの戦いは新大久保に似ているって言ったっていうことしか出てこないんですよひどいなんて言論環境というか、うん、これでは反ファシストの動きっていうのは前に進まないんじゃないかとこうずっと考えてまして、だから、僕らもあんまり知らないし、もちろん日本の人はね、はい、40年前のロンドンで起きた事件について知ってる方がおかしいわけで、そうですね、でも久保賢治は知ってますからね。キャンバラさんで有名なあの人は本当によく知ってて、はい、やっぱりイギリス人の中ではすごく大きなことですね。そうですね。で特にこのルイ・シャムの戦いっていうのは記録、イギリスでも記録に残ってないんですよほとんど。けど記憶には残ってる戦いなんですよ。重要な出来事としてみんな知ってるんですけど、別に例えばこういう、まあ、社会的な背景をもとにしたソーシャルのコンフリクト戦いが起こったら、例えば何て言ったらいいんですかね、ノッティングヒル暴動というこの1976年に起こった白人対ごめんなさい警察対黒人の大暴動があったんですけれども、それはもうすごくニュースにもなったりだとか論文にも書かれてたりして、イギリスではこんなに黒人差別がひどかったんだ、でそこにはクラッシュもいてみたいなっていう話にはなるんですけど、うん、この話は全然そういうことに乗ってこないんですよ。記憶には残ってる割には。だからなぜかというとすごく複雑なんですよね。この日の出来事がよくわからないですよ。まあ理由としては反ファシストの戦いって分かりにくいんですよね。反ファシストって別に白人でも入れるし黒人でも入れるし、まあ、日本だったら日本人もいれば在日もいれば韓国人朝鮮人だっているかもしれないですから、いろんな国籍の人が混じり合っているから、しわき隊って誰なのって言われた時に全員例えば在日だったら分かりやすいじゃないですか。在日が起こったで在日がカウンターしてるっていうのはすごく分かりやすいんですけども、このしわき隊であったりだとか、まあカウンターを行っている人っていうのが誰かわからないんですよね。だから語りにくいっていうのが結構あるかなと。まあしばき隊もね、なんか反日極左とか在日だとか、なんかね、いろんな総連の回し者とかいろんな言われ方してるけど全部外れてるもんね。え、そうなんですか。民団となんか関係があるとか、民団と総連が合体したものがしばき隊だ。半々でそういうめちゃくちゃなことを言う人もいるわけで、やっぱりそういうなんかこう分かりやすいストーリーというか、パンとなんか誰っていうのが欲しいっていうのがあるんですよね。でもしばき隊ってもうめちゃくちゃだから誰か分かんないし、何が何か分かんないし、なんかあれ右翼かなみたいな人もいるし、実際僕らもなんかよく分かんないわけじゃないですか。でも実際のそういうアンティファの戦いっていうのはそういうものなんだ、大体そういうもんでっていうことですよね。まあ左翼の人が好きな「うぞうむぞう」、もうリアルうぞうむぞうですから、まあ何でもうぞうむぞうですけど。本当によくわからない人たちが集まってきて、まあ、僕後でよくわからない人が混じった話を1個したいと思うんですけど、それ最後の方にしたいと思うんですけど、そういう理由があってこの戦いはまあ記録されにくい。だけど大成功を収めたアンティファの戦い、反レイシズムの戦いとして、イギリスではもう、まあ、例えば久保賢さんが知ってる、まあ、もちろんあの人詳しいからあれなんですけど、そういうなんですかね、金字塔というかメモリアルなイベントとして2007年にはメモリアルイベントが開かれるぐらいの大事な戦いというか出来事だったので、まあ、紹介したいなと思って論文書いたんですけど、ちょっと映像もう一個見たいんですけど、さっきのはナショナルフロントの宣伝ビデオで、まあ、要はナショナルフロントのデモをねフィーチャーするためのあれなんですけど、もう今から流すのはですね、もっと第三者が撮ったやつですね。でこれは8ミリで音声がないのでサイレントなんですけども、映像しかないんですが、これをちょっと見てみたいと思います。これはなんかデモをやってますね。これはデモですね。オールルイシャムキャンペーンアゲインストレイシズムっていうふうになってますね。店も全部閉めるように自治体が命令したというか、まあ開けてたらね大変なことになりますからね。これクリプトンライズっていう場所ですね。クリプトンライズっていうのはどういう場所なんですか。クリプトンライズっていうのはカウンターの集合場所ですね。カウンターかけるために、わあ銭湯がもうナショナルフロントおらへんのにそうそう今いたのかいなかったのか分かんないですけどもう捕まってる。ああもう捕まってますね。この時呼びかけたのは左翼ですかね。はい、この時にまあさっきやってたデモはいろんな団体、反レイシズム、組合、リベラルで港湾労働者の集まり、電気労働者の集まりとか、そういう人たちがで教会の人たちが集まって、このナショナルフロントのデモが行われる前に、平和的なデモをしようということで呼びかけられた。カウンターデモをさっきやってるんですね。カウンターデモですね。1月のなんかわらびで男組がやってたような、お知らせデモと言われるような。でさっき一番最初に映ってたのが市長ですね。ここの一番偉い人と教会の偉い人が先頭で一緒に手をつないで歩くという。あ、これおばさんが倒れる、おばさんもカウンターに。わわわ。警察が結構ブルータルな感じですね。警察むちゃくちゃしてましたからね。でこの時人種差別っていうのが例えば白人が黒人を一方的に差別するっていうのが分かるじゃないですか、よく。けどこの時期の差別っていうのは警察が黒人に対して差別を行うという。でよく見ていただきたいのがこの透明のシールドありますよね。これがイギリスの北アイルランド以外で市民に向けて使われたのがこの時が初めてなんですよ。これをね、みんなイギリスの人は好きなんです。これバリケード作ってますね。バリケード作ってますね。多分なんですけどバリケード作ってる時にはもうレイシストのデモはもう終わってるんですよ。知らないんですね、多分なんですけど。だから警察もほっといてるんじゃないかなと思うんですけど。とにかく警察がすごい暴力を振るうんですよね。これ BMW ですね、多分。なんで BMW で分かった？これ BMW が燃やされたって書いてあったんで今のじゃないかなと思って。だからこの時期のバイクってBMW が多かったんじゃないかなと思うんです。カメラマンの BMW が燃やされた。じゃああれだ、あれかもしれないですね。逮捕されまくりです。214人逮捕者で、そのカウンターデモとね、カウンター行動は、はい、イギリスではどういう評価だったんですか？このイギリスでの評価は、まず新聞が次の日に報道しますよね。それは真の敗北者は誰だっていう見出しだったんですよ。というのはこんな暴力的なカウンター活動、国民戦線に対して行うなんて、もう暴力を振るった方の負けだみたいな。暴力に暴力で返すなんて。そうそう、暴力、まあ国民政治自体はこの時は暴力がそんなに振るってないというか、やられる側だったので、まあもちろん殴り合いしてましたけど、一番暴力振るってたのはカウンター側なんで石投げるわ、発煙筒投げるわ、腐った果物を投げるわ、もう本当むちゃくちゃなことばっかりしてたんで。でもイギリスの新聞はほとんどがリベラルサイド、もちろんこうリベラル保守サイドもカウンターが悪い、こんな騒動を起こすなんて常識をね、保守は分かりますよ。リベラルサイドの「ガーディアン」っていう新聞でさえも真の敗北者は誰かという見出しでカウンター側を強烈に非難する。でこれの裏にいるのは左翼で極左がいて、暴力的なことを支持してたんじゃないかとか、そういうふうな評価でしたね、最初は。しばき隊どころじゃないんだ、その非難のされ方は。もうどっちもどっち以上ですよね。もうカウンターの方が悪いっていう。カウンターがもう真の敗北者は誰かですね、とんでもない見出しですよね。だからもう本当にカウンターの方が悪いとされてましたね。でもそれはさっき言ったけど、その40周年でね、結構そのイベントが開かれたりとかはやっぱり評価は変わったんですよ、この40年で。40年でやっぱり評価は変わりましたよね。40年どころかその後すぐに中道左派というぐらいの労働党はの議員が公式見解として公式見解じゃないですか、こんなことを言ってたんですよね。自分たちが人種差別みたいなものを止められなかったのは確かであると、うん、暴力的なことは確かにいけないが、うん、やっぱり何かの手段を変えて取らないといけないっていうふうにこう、まあ、認識を改めるような発言がその後ポツポツと出てきてるんですよ。でやっぱり、まあ、そういうコンフリクトが起こったら、まあ、非難どっちもどっち論もありますし、もちろん強烈に非難することもありますけど、確かに何かを変える出来事であったのは確かでありますね。でまあ一番のこの戦いの、意義っていうのは、このあと国民戦線はここでデモできなくなったんですよ。できなくなったっていうのはもうやらなくなったんですよ。これもまたどっかで聞いたことあるような話ですね。そうですね。もうこの、まあ、ルイシャムっていう移民が多い地域でデモをすることが、このルイシャムの戦いの後もう国民戦でここでデモをしてないんです。あんだけ意気揚々としてやってたのに、そうなんですよね。やっぱりルイシャムでやるっていうのは、その一種嫌がらせをやってやろうみたいなこともあったってことですよね。最初のクリア・ザ・マガー・アウト・オブ・3とかなんか忘れましたけど、とにかくマガーっていうのが、黒人で強盗をするやつのことをマガーって言うんですよ。で別にマガーっていうのは英語で別にそんな意味はないんですけど、強盗って意味なんですけど、イギリスの文脈だと明らかに黒人の若者による強盗のことをマガーって言うんですよ。でこのマガーっていうのがまたポイントで、警察が躍起になって黒人を逮捕しようとしてたんですよ。ずっと逮捕しようとしてて、でこれが制度的な人種差別と呼ばれているイギリスの差別の一つの方で、白人が黒人を差別するだけじゃなくて、警察も差別してるんですよ、黒人のことを。でもう躍起になって逮捕しようとしてて、で何もしてないのに、ただ歩いてるだけなのに黒人を捕まえて身体調査をして、今出てますね、クリア・ザ・マガーズ、こういうスペルなんですけども、ちょっと映してください。マガーっていうのはその、まあ、強盗とかのことなんだけども、要するに強盗、黒人のやつらは、強盗ばっかりしてるじゃないかということで、今の在特会でいうと、その在日朝鮮人が犯罪を犯す犯罪率が高い、外国人犯罪を追放しようって言ってるのと全く同じようなことを当時のそのナショナルフロントも唱えてたということですよね。でまあで、このルイシャムの戦いの、国民戦線がなぜデモをここでしようとしたかっていうのが重要なんですけども、このマガーっていうのが現れたんですよ。ここになぜかというと、警察が無理やり逮捕してもう21人の若者が一気に家宅捜索をされて逮捕されたんですよね。でもうドアを蹴破って警察が入ってきて逮捕されたんですけども、それで国民先生はおらやっぱり移民が多いところにはマガーがたくさんいると、ということで、もう俺らはここでデモするからもう覚悟しておけよということで、すごいね、もう挑発しまくって、でルイシャムの、区長であったり、ルイシャムの教会のやつは黒人を守るとか言ってるけど、白人が夜堂々と歩けるようになる権利よりも黒人の方の権利が大事なんだなとか、プレスの発表で言ったりするんですよね。で俺らたちはここでもうデモするから、もう覚悟しておけよというデモを。まあ、じゃあやっぱりその新大久保でね、在特会やりに来るとか、あと西川口にわざわざ行くとか、そういうのとまあ基本的によく似て、もうハラスメントですよね。ハラスメントね、嫌がらせのためにその場所に行くと、いうことですよね。ちょっとこれデモがどういう場所でどういうふうに行われたかみたいな話はこの地図で説明できるのかな。はい、できますできます。まあちょっとね字が小さいんであれなんですけれども、まずで国民戦線がデモをやると言った日、同じ日にそれに反対するグループのいろんなグループの人たちがお知らせデモをしようということで、その、団体のことをアルカラフっていうんですけど、オール・ルイシャム・キャンペーン・アゲインスト・レイシズム・アンド・ファシズムだったかなのっていう団体の名前なんですけれども、それが一番下の方から出発して、で、まっすぐ北に上がっていって、途中で止まって終わるんですよね。で、これはもう、なぜかというと、このデモっていうのは、国民戦線の出発するデモの集合場所まで行こうとしてたんですよ。左上に見えてる点がいっぱいあるところが、うん、国民戦線のデモの集合場所で、うん、反対のところからまっすぐ大きな道を上がって、左上に行こうとしていたと、うん、でけど途中で警察が「ここでデモは終了です」って言い出して、はいそうですね。この場合のデモってなんか勝手にやってるの？このデモはちゃんと申請してやってます。申請してやってるんだ。はい、申請したけど途中で終わる。はい。デモには6000人ぐらい集まって。デモに6000人、ね。6000人ぐらい集まりました。国民戦線の方は何人ぐらい？国民戦線の方が800人かそれぐらいいた。はははは。すごくまあ10倍ぐらい7、8。全然違います、ね、8倍とか10倍ぐらい。あ、国民戦線600人ですね。600人、はい、でデモがカウンターデモが6000人、6000人ぐらい、うん、で、まあ、カウンターデモともうね、あとプロテスタデモとカウンターが違うんですよ。なんていうか、カウンターデモの参加者と、うん、カウンターに参加している人が違うんですよね。だからもうデモだけ参加する人、もうカウンターデモだけ参加する人っていうのは、うん、まあ多かったって、うん、けどそれ以上の人がカウンターには参加してたんじゃないかと言われて、けどもカウンターの人数が計測不可能な人数で、かなり圧倒したとしか書かれてなかったりするんですよね。もしかして自分がそうですね、6000人のデモ、カウンターデモが6000人ぐらいで、プロテスターの参加者、ごめんなさい、4000人か2000人かもう何人か分からないけど、うん、とにかくそれぐらいはいたと。これはクリフトンで、今見ていただいてる画像がクリフトンライズというところで、もともとの国民戦線の出発地の近くにある交差点ですね。大きな交差点なんですけど、ここをカウンタープロテスターたちが占拠してしまって、うん、でもともとの出発ルートを変えることを余儀なくされてしまったんです、国民先生が。もうデモがちゃんと予定のところでできなくなってしまったんで、ちょっと裏側からスタートして、うん、でここも人がもうたくさんいる。クリフトンライズの地図出した方がいいかな。クリフトンライズの地図出してもらいましょう。はい、こんな感じですね。はい、まあちょっとわからないんですけど、おそらく国民戦線はクリフトンライズを通って、これの地図でいうと右の方にずっと進んでいく予定だったんですけども、アチルツストリートとパネルストリートっていう、まあ、ちょっと狭い道の方から右の方に出ていったと言われてますね。さっきの人が集まってたところはどこなんですか？さっき人が集まってたところはクリフトンライズという、そこまでもうカウンターがぎっしり来ちゃったんで、ニュークロスロードとかいうのが、うん、もうカウンターでいっぱいひしめいてる道です、ね、なったんで、国民戦線がそのアキレスストリートっていう方に移動させられたってことですね。結構やっぱりこれもなんかやっぱり今日ずっとその話聞いてるとなんか聞いたことあるような、まあ似たような聞いたことあるだからすごくね、うん、本やいろんな資料を読んでると、戻してください、カメラ戻してください、似てるなーって思うんですよ。だからすごい多分カウンターに参加してない時に読んでも分からなかったと思うんですよ。僕は新聞記事読んでも想像できなかったと思うんですけど、ああなるほどね、まあ新大久保で実感が違うよね、やっぱりね、全然違いますね。まあ参加してるのと参加してないとよく、まあこんなにね警察の数も多くないし、警察も暴力的じゃないし、どちらもまあすごく暴力的なんですけども、こんなにね、こんなにはない、こんな経験はないんですけれども、よく分かるというか。この結局これがやっぱり一つの契機になったみたいなところはあるんでしょ、その後の反米シズム運動に対する。そうですね、うん、この後、まあ国民戦線はすごく人気を失っていくんですよね。この時が一番ピークだったんじゃないですかね、逆に言えば。1万人支持者1万人、まあ減っていったとか書かれてはいますけど、まあ僕は国民先生自体の衰退というかもうちょっと検証してないので何とも言えないんですけれども、まあ、ピークだったっていうのはやっぱり分かるっていうか、この話も僕いつもするんだけど、はい、この1977年って僕11歳じゃないですか。知らないですけど66年生まれだから11歳なんで、はい、小学生なんですけど、はい、神戸に住んでた西舞子小学校というところにいたんですけど、はい、ちょっと待って書きますね。いや書かなくていいですね。僕ナショナルフロント知ってましたからね。その小学生の時にすごいインテリですね。いやインテリじゃなくてやっぱりそれはNHK でほら渋谷うちのねラジオ聞いてるとパンクロックの紹介があって必ずそこにナショナルフロントが出てくるんですよ。ジョン・ライドンがナショナルフロントに殴られたとか、クラッシュが誰がナショナルフロントの襲撃があってとかで、なんかナショナルフロントっていうのはなんかそのわーっと来てなんか耳をそぐらしいとかさ、そういうなんかその恐ろしいですね。そうそう、悪魔のようなイギリスの右翼っていうのは悪いんだなみたいな漠然とした知識がそこでつくんですけど、はい、やっぱりピークだったんだろうねとか、その音楽のことについて何かニュースをまあ、雑誌にも載ってたし、はい、ロック雑誌を読んでもやっぱナショナルフロントのことが書いてあるんですよね。あとスキンヘッズとかテディボーイにジョン・レノンが殴られたとか、要はなんか右翼パンクの人はさゴッド・セーブ・ザ・クイーン、ね、セックス・ピストルズの曲とかで、はい、まあ、アナーキーとか言ってるわけで、はい、それに対して右翼が怒ってるっていう構図はなんとなく分かってましたよね。だからやっぱりその時のイギリスのそのサブカルチャーとかユースカルチャーのメインっていうのはやっぱりこういうコンフリクトの上に成り立ってるっていうことだと思うんですよ。遠く日本極東の島国まで伝わってきてたぐらいの。これはすごいですね。やっぱりそれまで重要なのが、それまでこういう何ていうんですかね、コンフリクト自体が、なんですか、やっぱり暴力が良くないっていうことで起こりづらかったんじゃないかなと、それをやっぱり一気に打破したその状態っていうのを打破したのが今回の、まあ偶然だとは思いますけど、相手がこんなところまで出てきてやるっていうのに対してしっかりそのヘイトハラスメント的なデモを、まあ本当に惨めな多分気持ちで帰ったと思うんですけどね。まあ止めることはできなかったもの、途中で止まったんですよデモは。途中でもうここで解散にしようって言ってリーダーがで、そそくさともうね、またこれも同じなんですけど、あれです、なんて言うんでしたっけ、集団下校で駅まで送られてで駅にはあいつらを国民先生を乗せるための電車が待ってて、それに乗せられて帰っていったそうですよ。ちょっと上ですよね、集団下校の電車まで待って、専用列車が待ってるっていう、まあ専用列車が待ってたっていうことは書いてあるもので僕が読んだだけなので本当かどうか分かんないんですけど、電車が待っていてそれで帰っていってけど、プロテスターの側はそれを知らずに警察とずっと夕方ぐらいまでやり合ってたっていう、ちょっと悲しいというか滑稽なこともあるんですけども、いや、まあ、昔のねデモって結構ほら60年安保の時とか、はい、左翼のとか労働組合とかね、はい、学生とか、はい、都電貸し切りで行ってたらしいからね。チャーターして都電チャーターして国会のとこまで乗りつけてたらしくて。結構そういうのがあるみたいでね。だからまあ今は全体的にどっちも人数が少ないんだろうと思うんだけど、はい、はい、電車借り切っていこうかみたいな話になかなかならない。電車借り切るといえばまた面白い話があって、これロンドンで起こったことなんですけど、全国から集まってきてるんですよ。それはどっち側からもそうなんですけど、プロテスターの側も、全国からバスをチャーターしてくるし、ナショナルフロントの側も全国からバスで来てるんですよ。じゃあ本当にやっぱり戦いだったんだね。もう戦争ですよね本当に。もう象徴的な、今日行かなかったらいつ行くんだっていうぐらいの、おそらくどちらもが熱気というか高まりがあったんじゃないかなと。新大久保も全国から来てるもんね。新大久保も全国から行ってますね。九州の人とかに会うようなカウンターで、あとまあ世代も超えてるし、その昔の民党連の人がね、もう久しぶりに来ましたってすごいですね。大阪から来ましたわ、佐賀から来ましたとか言って、やっぱりそういうなんか象徴的な場所と象徴的な戦いみたいなものがやっぱりこのルイシャムの戦いだったっていうことなんでしょうね。はいはい、でまあ、さっきもねあの映像を見ててそのカウンター側の映像を見ててあの今の、はいまあ、90年代2000年代以降の例えばアンティファに比べると別にそんな暴力的じゃないじゃないですか言うても、まあまあまあ、まあ多分バイク燃えてたけど、はい、そんな血だらけになるほどの感じでもないもんね。警察が主に暴力を振るってるって感じで今のアンティファはなんかもっとネオナチが乗ったバスをめちゃくちゃに破壊したりするじゃないですか、はいはい、ブラックブロックのやつらとか、はい、だからまあそんな今から見るとそうでもないかなっていう、はいはいでさらにそこから復縁すると日本のカウンターってめっちゃ平和的やめっちゃ平和的だと思いますね。その比べてしまうと、うん、まだしばきたい程度で暴力的とか言わんといてほしい確かにこれを見ればそうですよ。何が暴力的何もしてませんやんみたいな。むしろ縛いてくるところ見たことがないですけどねそのリアルにこれリアルに縛いてますからどちらもが警察も合わせて、うん警察が一番縛いてますけどね。まあだから警察やっぱりそのこの時はなぜそのどこの世界のどこでもねその、はい、アンティファ運動とかがどうしてもファック・ザ・ポリスっていうものが前面に出てきちゃうっていうのはやっぱり警察のその横暴っていうのがものすごいなんていうかな日本もまあ結構横暴は横暴ですけど一応その市民警察の顔をしてくるじゃないですか。はいはい結構そうじゃないもんね向こうの警察、ね、向こうの警察も、うん、まあ映像にもありましたけどね殴る蹴る警棒で殴る、うん、馬で人を引くこの時は馬が出てきたらもうねやばいんですよ本当に馬が出てくるとさーって引くんですって、うん、危ないんだよね危ない馬危ないんでね馬理性とかない野蛮な動物ですから、うん、そんなこと言ったら馬に怒られますけど、うん、いやだからやっぱりなんていうかなそのポリスブルータリティみたいなものも時代によって変わるじゃないですか、はい、でこの当時はもっと世界的に警察って、まあ、日本の機動隊ももっとひどかったし、はいはいはい、世界的に警察っていうのは乱暴で暴力的だったけど、はいまあ、最近はもっとそれをその表面上は見えにくくしてますよね、はいでそういう見えにくくしてるところを、まあ、僕らは利用してやるっていうとこもあるしあとこうビデオとか映像記録が発達してるから、はいはい、あんまり警察も無茶できないうん、まあ、それはそのカウンターの方も同じことが言えるんですけど、はいね、ペットボトル投げてるだけでめっちゃビデオ撮られててめっちゃ再生されてましたからね芝木隊の某ゴリラの人とかペットボトル投げてものすごい鮮明にこうだからああいうのも可愛いもんですよこれに比べたらこれ見たら発煙筒岩も投げてるブロック、うん、もう何でもこの横の窓からおばちゃんが投げてたらしいですからね、うん、物を、うん、で腐った果物を用意してたらしくカゴいっぱいにそれをみんなに投げるために配って1週間ぐらい前から買ってたんですって腐らしてそうです投げるためになんで果物肉とかの方がいい高いじゃないですかいや分かんないですけど、ね、腐った果物ってもうすごい、うん、いやよく卵腐らしとくみたいな話あるよね。結構準備も必要っていうか準備期間も長く必要準備期間もねこの出発しカウンターがファシストの出発地の近くに空き店舗を借りてそこにバナーやスピーカーはないかなバナーや腐ったみかんや投げるものを全部用意してたらしいんです。でけど前の日に撤退させたんですって、うんうん、なぜかというと警察が入ってきて、うん全部持っていくから前の日に全部それを撤収させたとか、うんうん、それは武勇伝みたいに書いてる本が結構あったりして、まあ、そういう準備周到なカウンター側も、まあ、そういうところを学ぶところは結構ありますね。うんうんうん、そんなまあ、子供の戦争みたいに聞こえるかもしれないですけど、うん、やっぱこれがなかったら今どうなってるかもうわからないぐらいの国民先生がもっと慎重してイギリスの二大政党っていうのがもしかしたら変わってたかもしれないですし、でリベラル側も保守側もカウンターのことを、まあ、最初は責めてたんですけど、うん、やっぱりこの事態で人種差別っていうものの重大さっていうこんなにいろんな人が集まってくるんだっていうのが結構重要だったみたいで、うん、だから黒人がたださ、なんていうんですかね、ただ暴力を振るわれたから暴力で返してるっていうんじゃなくて、うん、いろんな人が集まって、うん、この国民先生に対してカウンターをかけるっていう象徴的な、うん、物事出来事を作ったっていう意味では、うん、やっぱり学ぶところは、まあ、もちろん虫歯期隊的なところでいうとやっぱ新大久保の戦いで、うん、あそこを潰さないと、うん、もうこれ以上いかない、これ以上前に差別をなくすことはできないじゃないですか。あそこのそういう意味でコンフリクトをわざと作り出すっていうことが重要だったんじゃないかなと、うん、まあ暴力的ではある、暴力的ですからね、うん。横山さんの場合は、はい、関西にずっといて、そのカウンターの現場にもね、はい、いつもいて、例えば、まあ、鶴橋がそういう、まあ、ルイシャムと似てるのか似てないのか分かんないけど、はいはい、まあ、移民というかその外国人の町で、はい、マイノリティエスニックマイノリティの町じゃないですか、はいはい、であそこで行われてるカウンターと、はい、このルイシャムの戦い、まあ、共通点というか、ここから学べることとかっていうのは、学べることは大阪を例にとるとどんな感じ？大阪を例にとると、うん、やっぱり大阪はまあ実感なんですけど、やっぱり日本人少ないですね、うん、数が少ないんで、うん、どうしても圧倒できないというか、コンフリクトが作り出せないまま終わってしまう、うん、警察は何が一番嫌かって、こう争いみたいなものが起こるのが一番嫌だと思うんですよ、うんうんうん、けど僕たちは別にしばき隊とかカウンターとか言ってますけど、別にレイシストを殴ったりしたいわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、別に殴りに行こうともしてないですし、うん、一番作りたい絵っていうのがやっぱりああいうことを言ってる人に対してちゃんと怒っている人がいるっていう絵を作ろうとするんですけど、警察の数がもう多いんで絵が作れないんですよ。それが一番いつも言っててモヤモヤするというか、この人数ではどうしても絵が作れないなと思って行ってもう何もできないまま帰ってきてしまうっていうのが一番悔しいというか、今一番できてないことなんじゃないかなと、うんうん、やっぱこれは人数が圧倒した、うん、でまあ確かに暴力的な手段使ってますけど、別にそれ使わなくても、うん、このなんていうんですか、ユニオンジャックがなびいてる周りをずっともう大勢の人数で取り囲む、うん、それだけでおそらく大丈夫、なんていうんですかね、うん、コンフリクトの絵を作るのは成功してるんじゃないかなと思いますね。やっぱそれがまあ、しばき隊、もう今は亡きしばき隊ですけど、まあ、カウンターはやろうとしてることとして、うん、まあもう学んでる、十分に学んでるというか、学ぶことはないかもしれないですけど、うんうん、やっぱりそこが一番、まあ、目標というか、うんうん、学ぶんであればそういう点かなと思いますね、うん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 、こんな人数が集まるっていうのがすごい。そうね、だから人数は日本のカウンターでもまあ結構在特会自体集まる人数がまあ少ないということもあって、はいはい、結構10倍ぐらい行くとき割とあるんだけど、はいはい、まあもっと来てもいいし、ドレスデンなんかもっと100倍ぐらい人来たりしてますから、なんかその市民の側がこういうのは許しませんよっていうことを言うために街に出るっていうことは非常にやっぱり重要なんだなっていうことはやっぱり思います。それでそれをやることによって、まあ、可視化するっていうことと同時に、まあ、実際に、政治的な圧力にもなることですね。もう十分その労働党とか、うん、議員がもうむちゃくちゃその後発言していったっていうことがあるので、積極的に取り組んでいこうとしてるんで、もう別に相手を潰すだけじゃなくて、うん、政治的にもやっぱりね、デモと一緒というか、まあ、相手のデモを利用している部分もあるかもしれないですけど、うん、そういうメッセージも伝えられますよね、うんうん、こんなに怒ってる人がいるんだと、うん、じゃあなんとかしない、まあ、政治家なんてそんなもんじゃないですか、うん、それね、市民が思ってることをやるだけの人なんで、うん、それはうまく利用しないといけないというか、うんうんうん、分かりました、今日はじゃあ、そんな感じのところでまだまだ喋れるんです、ね、いやいや、まあ第2部はじゃあ12時ぐらいからやりましょう。ぜひぜひ、はい、横山純さんに、ルイシャムの戦いについていろいろ教えていただきました。どうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。昨日ね、京都でやっぱり大都会がしょぼい凱旋やってて、はい、結局はそこも10倍ぐらい集まってんだよね、はい、なんだかんだ言いながら、あのカウンター150人ぐらい来たりするんだけど、凱旋で、それで向こうは10何人、すごいなんかそれぐらいで、まあ全体の、まあ人数的にはしょぼいんだけども、はい、そういうようにもうずっとなっていってるし、だから明日ですね、はい、京都の朝鮮学校襲撃事件の、はい、民事裁判の、はい、控訴審があります。でこの民事裁判っていうのは1回目の去年の10月7日に、地裁でね、京都地裁で判決が出て、はい、それはそのヘイトスピーチだったからよろしくないんだという内容が盛り込まれた画期的なもの、はい、まあこれ控訴してもまあ無駄なようなもんなんですけども、賠償金払うのがなかなか嫌なのかどうなのか分かんないけど、はい、彼らは控訴したと。でそれの控訴審の判決が明日、はい、出ます。明日の朝11時かな、はい、なんでこういうところにもどんどん傍聴に行っていただきたいと思います。それで傍聴席をもうドドドッと埋めちゃってください、はい、なんか噂によると支持者とそうじゃない支持者によって分けるつもりらしいんですけど、裁判所が、はい、第三者のふりして全員埋めちゃってください、カウンターの方で。傍聴券は9時50分整理券交付、11時開廷、っていう抽選になるのかな、抽選かどうか分かんないらしいんですけど、はい、まあでも多分抽選だと思います。だから9時50分ぐらいに行って整理券もらって、できるだけたくさんの京都朝鮮学校の襲撃事件なんてもう一切何にも擁護できるところない、完全にあいつらが悪いことなので、それに対して傍聴席から圧力をかけると、櫻井も出るらしいんでにらみつけに行っていただきたいと思います、はい、でその後なんかあいつらまたそういうなんかそれに合わせたデモとかをやるらしいんで、これはどこかな、梅田、なんかお昼ごろ、お昼2時からヨドバシ、いつものあそこのヨドバシ前のなんかよくわかんない、はいはい、もうあそこが最近汚くなってきてその場所として嫌、うん、ですよね、嫌なところですね、うん、本当にね、何もなくて何もカウンター気分じゃない時も迷っておるのは嫌がになってきましたね、うん、でだからそこで2時からなんかあるんで、はい、これもカウンターに行って取り囲んでください、はい、で夕方にデモもやるらしいんで、向こうは向こうでなんかいろいろ必死なんだよね、まあ、今大事な時なんじゃないですか、最後の、うん、もう潰されかけてて、相手のことを情状酌量するあれはないですけど、うん、多分そういう時期なんでしょうね、うん、まあまあ必死なんでしょうけど気にせず潰しちゃいましょう、どんどん人が少なくなってるみたいなので、うん、そういう感じで明日も大阪の方はちょっと皆さんしんどいけど、はい、カウンターがありますんで、はい、これはクラックの、ツイッターアカウントとかホームページとか見ていただければ案内が出てますので、これはクラックウエストというね、はい、クラック関西支部みたいなところが、関西支部なんですか、支部じゃないね、なんですかね、西クラック、西クラックみたいなところガンガンやってますので、はい、西クラックは強力なメンバーがいっぱいいますからね。横山さん西クラックじゃないんですか。僕クラックとは距離を置いてるんで、僕はやっぱり今後のやっぱキャリアなりに響くとまずいんで、ね、クラックとは一切距離を取っている。でもこういう勉強をされてるんだったら、なんか運動の実践もやってますという方が、ああ説得力がありますかね。いや、もういろいろ天秤にかけて今後お返事させていただきたいなと思います。いやもう無理でしょう、もういろいろと。いやいや手遅れですよ。でも兄弟のでも普段は皆さんに横チンって呼ばれてますけど、はい、横チンのイメージ結構上がったと思うんです。だってあれ勉強神戸大学の人やったんや、そうですよ、驚きの声が結構。僕ついにボンドラジオの人とか言われても、ラジオの人とか言われても名前がラジオってなる、ね、そうです。だからここでちょっと名誉回復の場を設けていただいて、うん、実は賢かったっていうね、はい、ありがとうございます。まあありがちなオチだからちょっとどうかなっていう、まあまあまあアホに見えてアホだったっていう方がいいんですけどそうですね、いやいや、精進していきますので、わかりました、また呼んでください。はい、どうもありがとうございました。はい、次回のクラック×のりこよネット TV は8月4日になります、はい、8月4日はじゃあこのルイシャムの第2回やるんですか。第2回ですね。まだ全然言い足りないことがいっぱいあって面白い話がいっぱいあるんですよ。いろんなエピソードがあったのに全部なんかここ赤字でいっぱい書き込んである。これは荷刷りが出たら直そうと思ってるところです、うん、あ、そうですか。俺も結構誤植発見してます、ね、誤植いっぱいあります、はいはい、次回は8月4日にやります、はい、それで来週ののりこえネット TV は仲良くしようぜパレードについて、のりこえネット共同代表の新菅さんが、スカイプで大阪となんか中継してなんかマイパブやるらしいですよ。ボンドドラジオっていうラジオがあってそれの誰かが出るみたいなんで、はい、いや僕はいや新菅さんしばいてくれよって言ってるんですけど、なんでしばくんですか。いやいやめっちゃ協力してますよ。全部なんかしばくって言うんですよ、いろんな人のことを。東京になんか1ミリなんです、ね、大阪のやつってそんなやつばっかりじゃないですか。多分本番になったら恐縮してよろしくお願いしますってでその姿というか声をぜひ聞いてあげてください、はい、来週の、月曜日の9時からですね、はい、ボンド堂ではどういう暗躍してるんですか。ボンドでは中パレではどういう暗躍してる。中パレでは僕はもう完全に外部ですよ。外で中立な報道をしてるボンドドラジオなんでそのプロデューサーをしてるだけなんですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。